はい今回は太陽光発電についてお話します住宅業界で30年間営業畑で仕事をしている一方個人としては自宅に太陽光発電を21年前に設置して長いこと間近で見ている私が太陽光発電一般住宅のですねについてお話ししますこの動画は一般家庭向け太陽光発電の真実がくっきり見えてくる動画となっています ありのままを実際21年間という長い間のその経過や結果をお話しいたしますので気になる人には全ての内容が役に立つことばかりですでは最後までご視聴くださいそもそも太陽光発電といえば自然エネルギー利用ですよね水や風力もそうです風力といえば二十数年前 アメリカサンフランシスコへ旅行へ行った際、たくさんの巨大な風車がどこまでも続いていたのを見た記憶があります。海外の名所だなぁと思っていました。それから10年も経つと、なんと地元に巨大な風車、あの時見たのと同じような大きさのものが一つ立ったのです。それからまた数年経つと今度は、あのサンフランシスコの山岳地域地形と似たような高台に、 風車村と称して何十個もの巨大な風車の群れが作られました。今思うとアメリカがやって、しばらくして日本で作ってと世界先進国の流れなのでしょうか？逆らえない流れなのでしょう。ところで、本題自然エネルギー太陽光も注目を浴び、日本では一般住宅に設置するよう促されました。促されてます。 私が太陽光に興味を持ったのは今から22年前住宅を建て替えする時です当時は補助金が100万円あり気持ちがぐらつきましたところが全国での家庭用太陽光発電の認知度は極めて低くお風呂のお湯を太陽光で作るソーラーしかほとんどソーラーといえばお湯と思い浮かべる人しかいませんでしたさらに 県内で住宅に太陽光を設置した家がまだ5軒か6軒しかなく、ことさら不安を感じるものでした。結局、新築時には設置せず、家が完成した翌年に設置しました。今思えば同時にやらなくて正解でした。それは、家の屋根の形を設置しやすいよう南北の切り妻屋根にしたのですが、 南面一面に貼れますので太陽光のパネルはガルバリウム屋根にビスで穴を開け下地まで通し止めるパッキンで防水するという信じられない方法だということを家が完成した後に知ったからです。現在のような比較的安心なキャッチ工法といって穴を開けないで掴み止める方法など 話すら全く出てこない早々木のことでしたので、一歩間違わずに済んでよかったです。というわけで、私は翌年、地上に課題を施工し取り付ける陸屋根方式というやり方で契約しました。そもそも住宅の屋根の勾配に取り付けるのが当時世界の例としては稀なやり方で、 当たり前の方法ではないことも知りました地上につけるか平らな屋上につけるのが世界の常識だということです日本は住宅の場合地上は多くの人が無理ですよね無理ですよねで契約金額なんですが281万5183円 波数の183円を負けてくれなかったのでこの業者を信用しました契約の相手が社長さんだったこともありますまあ、エコロジーという当時の自分の考えで決めたことでしたので採算はあまり気にしていませんでした今思うとエコロジー常弱でしたが情報弱者ですねとにもかくにも まあこの際再三制を初めて打ち出してみましたで社長さんと契約した契約金が281万5183円です。審判会社使って利息含めると15年で、まあ、当時今より金利高いんで最終的に支払う金額が378万円です。 で補助金が4キロワットで事前予約して108万円なんですけど実際に施工したのは3 4 8ットなんで98万円の補助金ですで10年後にメーター交換をユーザー実費でということでメーター交換させられました売電できなくなっちゃうんでね5万5000円でメーター交換しました 20年目は東北電力さんの費用でやってくれましたが、1回目は自分で5万5千はい。円。で、肝心な売電なんですけど、冬は発電しません。で、4月、5月、6月がまあ一番いいんですけど、まあ、9月、10月ぐらいまで発電してます。で、梅、え、電、ー、がですね、年間、まあ、10私の場合はもう、当初から40円、 でで買っっててもらってたんでそれから平成何年だっけ ?10 年間42円で買い取りあったんで結局19年ぐらい40円で買ってもらったんですけどえまあ当初の15年間が年間7万8000円あと実際には昼の発電を使ってるんでまあ大体まあ3割ぐらいでしょうかねいろんな話とか自分のあれ見てみると,ると大体3万6000円ですね そうしますと、売電価格は7万8000円ですけど、他に3万6000円分含みがあると見なすと、まあ、年間11万4000円、これが15年分で171万円ですね。で、14、5年目から発電が気がついたらば、減ってまして、45%ぐらいしか発電してないんですね。45%減ってるんですね。ということで、まあ概算ですけど、まあ年間、えー 生活利用等を含めて発電減7万9000円と年間みなしで、えー、かける4年分ということで31万6000円で、えー、2019年の11月かなで、えー、42円の買い取り終わってしまいましたんでその後はもう面倒なんで東北電力さんと9円買い取りで契約してましたなので 20年目以降の分は参入しません。そうしますと、最終的にですね、82万9千のマイナスなんですね。はい。マイナス80万です。以上。まあ、金利安いともうちょっとよかったんですけど、まあ、とにかくマイナスです。で、今、太陽光機材の状態はといえば、 これが21年経ったソーラーモジュールですね。課題、地上設置型ですが、課題がだいぶコンクリート、え汚れてます。課題のフレームもだいぶ来てますね。一部錆びてんのかな。余裕亜鉛メッキといって錆びるとメッキが溶け出して錆びに の上に被って錆びにくくするっていうタイプですね。鉄塔なんかと同じです。余裕亜鉛メッキの鋼材です。まあ、なかなか錆びにくいようですけど、やっぱ若干錆びてますね。ソーラーモジュール、このパネルのフレームはアルミのところ、ちょっと6章っぽくなってます。で、このソーラーモジュールの、この 線が入ってますねシルバーのこれこう電気通ってるんですけど直流ですねこれがですね粗悪なモジュールパネル買うと焼け焦げてしまうんですね残った線に、えー、負荷が増えてさらに焦げるという悪循環を作るという、まあ、このメーカーさんのはそういったことは一切ないですね まあ焼け焦げちゃうとパネルの裏真っ黒になっちゃうみたいで結構後からメンテナンス大変な費用かかるみたいですイニシャルコストを作るとき安くてもそれじゃ意味ないですよね、はい、全部で何枚あるのかな2二十3 4枚あるんですかね 3.48kW です まあいいメーカーさんにやってもらったんで、あの、施工じゃなくて、その、製品ですね。はい。これは確か、えー、っとね、京セラ株式会社ですね。1個145ワットです。今なんかもっと性能良くなってる気しますけど、1枚あたりの発電量が。 だいぶ汚れてますね、まあ、フレームそんな錆びてもいませんしパネルの間にこう隙間がちょっと出ちゃうんですけど、まあ、特段問題はないですねあとこの直流電気作って集める配線がよくあの 垂れ下がっててたたりしてたんでそれをこう自分で束ねたりするっていう程度まあメンテナンスのうちに入らないですけど、まあ、最初雪降ったり埃かぶると払ったり雪払いやってたんですけどもう最初の2年ぐらいですねもうやらなくなっちゃいます。 同じですねワット強セラこれ接続箱って言ってあのパネルで作った電気がここに全部集まってきます直流ですんでね結構触ったらやばいですやばいなんていうもんじゃないですねい <laughs> っちゃいますねもうはいあのオレンジ色が各パネル で、集めた電気をこの接続箱につないで集めると。で、全部集まった電気をこれ、今度、家の中に送る線ですね、オレンジ色の。地面の下通して、家の中に行ってます。まあ、行き先はあの、あれです。何でしたっけ。インバータ。交流 直流から交流に変換する機械ですね、まあ。パネルも発電落ちるんですけど、インバーターの交流変換能力も落ちるんで、結果的に発電下がっちゃうんですね。もう45%減ですから。はい、こちらが売買電のメーターですね。これは東北電力さんが売る電気。 こっちが東北電力さんが買う電気。売買電の売り買えは電力会社さんの立場で文字が表記されてるんで、まあ、こっちは売ってるつもりでも向こうは買ってるっていうことで、そういう伝票が来ます。はい、今日は日差しがすごくよく、最高日差しですけど、まあ、昔なら3 2キロワット 発電してますね、インバーター壊れちゃうんじゃないかっていうぐらい、まあ、10%, 10は余力持って容量持ってるんでね機械は壊れはしませんでしたけど地上設置型ですとあの紫外線で発電するんで風通しと発電効率10%から15%上がるんですよね屋根の上につけるよりはいこのようにした風通しがいいので発電効率アップします、まあ、見ての通り家の 屋根、ね、南と北の規律まで南一面に貼れるようにしたんですけど、あのまま移動して貼れますよね。でも、あの、ビスで穴開けてパッキン、や、やらなくてよかったです。発電効率こっちだと上がりますし、課題は24万かかりましたけど、まあしょうがないでしょう。で、実際、あの、埃や砂でも発電落ちますし、 冬うっすら雪かぶっただけでも発電今度ゼロになります。はい、あと屋根につけるやつではあの屋根と一体型っていう収まりすごく綺麗なやつあるんですけどあれはですねあの屋根の下地との隙間が少ないと熱含んで、まあ、わずかですけど住宅火災の事例もありますんで不燃材をかませるとかそういった必要がまたプラスで必要でしょうね。 施工費用自体がもともと材料すごく高いのに、まああの、そういった不燃施工も必要になると思います。ちょっと余談ですけど。はい。ということで、3.48kW あっても、21年経つと、MAX で 2.2kW。もうこれ限界です。今日一番いいですね。太陽が。これ MAX です。はい。これ,これあの、インバータと、 分電盤ですね。分配器。こっちがインバーター。はい。で、インバーターって結構あのノイズうるさいです。なので、あの、下にちょっと、見栄え悪いんですけど、振動を抑えてます。あれで。あれでキュッとくっつけると音消えます。交流変換器ですね。これ自体も劣化するっていうかなんかその、 変換能力ですか下がっちゃうんですね。ということで、えー、最短から状態まで、一連のこともお話ししました。で、まあ、この、蓄電についてですね、蓄電池、東北電力さんからも勧められたんですけど、買い取りやすくなってしまっているので、 私としてはあの蓄電池じゃなくて例えばコンデンサに蓄えて使うバイデン型じゃないもう思考がバイデン型っいうよりはもう本当の意味でのこのネットゼロエネルギーの方がいいと思いますねコンデンサためながら使うっていう形のねそれだともう自給自足の電気 今の蓄電池のやり方だと、まあ、結局安い電気で買って貯めるって感じかなと思っちゃったりしてるんですよねでなので、えー、正直今の私はあのーまあ、物を管理するとかメンテ気にするとかそのもの避けたいんですよねもうこういったシステム追加すればいずれはメンテまた処分や修理といったことが発生するのはもうこれ 人が生まれたら必ず死ぬという理屈とほとんど同じ確かなことですので、うん、もういらないですね。蓄電池とかも、もう。今は考えるとすれば、個人の家庭にこういうの向けないで、インフラ化に向けた方がいいと思ってます。ちょっと話だんだん大きくなりますけど、住宅用太陽光発電で採算は取れませんし、 最後はメンテとゴミ処分が待っているだけです。それも基本的にはこれ、産業廃棄物処理としてです。基本的にはです。ということで、実際21年間太陽光発電と長いことを付き合ってきまして、その感想は、太陽光発電、一般家庭用ですね、これ、必要かどうかと、 もし聞かれて答えるとすれば答えるとすれば答えはノーです付け加えて言えばこれ必要なのは個人じゃなくて話大きいですけど国が世界先進国に向けて 対応する要素の一つに、例えば太陽光発電があるのではないですかということですね。はい。ちょっと話大きくなっちゃいましたけど、まあ、答えは個人レベルではノーです。太陽光発電。ということで、太陽光についてのお話でした。何か一つでも参考になればと思います。 まあこれ、つけるの個人の自由ですので、あの私個人の意見というふうに見てください。参考になればと思います。ありがとうございまましたまた